昨日岡山に入られた天皇皇后両陛下。岡山市北区のジッパーアリーナ岡山で開かれた全国植樹祭の式典に出席されました。木を切って使って植えて育てるという林業のサイクルを循環させる取り組みが推進されるとともに、花粉の少ない小花粉杉やヒノキへの植え替えが進められるなど、森林が守り育てられていることを喜ばしく思います。岡山県で全国植樹祭の開催は57年ぶりで、両陛下はヒノキや杉のお手植えやお手巻きをされました。県土の7割が森林で占められる岡山県は昔から林業が盛んな地域です。式典ではそうした歴史をテーマに、美作市在住の小説家浅野敦子さんが書き下ろした作品をもとにした演劇が披露されました。出演したのは倉敷市出身の俳優前野朋哉さんなどで、その熱演をおよそ1800人が鑑賞しました。